中川の宝木杉2007年6月中川の宝木杉は神奈川県足柄上郡三北町の中川地区に生育している杉の巨木である。推定の樹齢は2000年以上と言われ1934年3月26日に国の天然記念物に指定された。関東地方では千葉県鴨川市の成長の大杉と並ぶ杉の巨木と言われる。 この名木は、大火と土砂崩れという二度の災害から、付近の住民を守った権威があり、地元の人々から数形の念を集めている。中川の宝木杉は、山梨県との県境にほど近い中川地区の宝木沢集落入り口付近の日当たりが良い傾斜地に、生育している。2007年7月5日に、日本樹木医会神奈川県支部が調査したところによると、 主観の村高は11.09メートル、根元の周囲は11.9メートル、樹高は42.5メートルあり、神奈川県下だけではなく、関東地方でも有数の杉巨木である。宝木杉という名称の言われは、かつてこの地が宝木沢と呼ばれていたのが転じたとも、樹形が宝木に似ていたことから呼ばれるようになったとも言われる。江戸時代、この地は近礼によって、 杉日の木、ケヤキ、モミツガカヤの六種の木の伐採が禁じられていた。爆藩体制の瓦解後、放棄杉の周囲にあった木は伐採されて、茶畑に変わってしまった。かつては兄弟の木として同じくらいの杉が一本と小さい杉が一本あったが、二本とも1908年に伐採されている。集落入り口付近に一本だけ残された形になった放棄杉は、 明治と昭和の2回、付近を襲った災害から住民を守った。最初は1904年に大火に見舞われた際のことで、放棄杉が火の手を阻んだために、集落は全滅を免れている。そのため放棄杉の樹皮には、この時焼損した痕跡が見受けられる。二度目の災害は、1972年に起きた丹沢集中豪雨の時だった。 放棄杉の上部から土砂崩れが発生して放棄杉を直撃したが土砂の流れはこの木によって二手に分断される形になった。民家数圏が土砂に流されてしまったものの放棄杉がなければ被害はさらに甚大だったため住民はこの木への数形の念をさらに深くしている。放棄杉の根元には集落の守り神として須賀神社の祠が祀られており かつて集中豪雨が発生した7月12日と秋祭りの10月13日には地区の人々が参拝している。地区の老人会は毎月1日に放棄杉や神社の周囲を定期的に清掃して感謝の念を表している。放棄杉は2003年、受刑は多少損なわれたものの樹木医の治療などによって受精に影響は出ていない。放棄杉は 目通り三木囲い約10メートル、直見木吉立杉の巨樹として有数のものなりとの理由で1934年3月26日に国の天然記念物となった。その他に1984年に神奈川の名木百選、1990年には同年の国際下と緑の博覧会開催に合わせて企画された新日本名木百選にも選出されている。 2001年には、神奈川県と神奈川新聞社の共催で実施された、神奈川未来遺産100にも選定された。強硬直径、または強行周ともいい、立ち木と人が並んで立った時、人の胸の高さに当たる部分の直径を指す。日本の場合は、強行は1.2メートルの部分で測定する。ありがとうございます。